ツイキャスが始まります。はい。はい。僕は最初からいていいんですか、これ。はい。最初消ちょっしとだけいろいろ喋っちゃって、その後ご紹消介。しとく？こんな感じで消しとこうか。ああ、消さなくて大丈夫です。あ、本当？ はじゃあ、い。見てくこのだ人さい。誰なんだろうっていうちゃんとご紹介します。ふうに。はい。お願いします。どうも。皆さん、こんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。今日は6月の17日、9時を回りました。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて、いつもと違うオープニングが今日流れてたんですけど、のっけからのオープニングの歌はですね、私のエピソードという曲でございます。今、アップルストアですとか、あと、どこだったっけ？まあ、いろんな LINE ミュージックとか、様々な音楽配信の、ところで、まあ、一応購入ができるように配信されている、音楽になりますので、もしよかったら皆さんぜひ聴いてください。なんか私も久々に自分の歌を、なんか、流されたってわけじゃないんですけど、流れてちょっと今びっくりしておりました。はい、ありがとうございます。さてさて、今日もですね、生放送でお届けをしております。FM ギノワン、そしてリッスンラジオ。それからツイキャスのライブ、そして YouTube ライブでも配信をしております。特にツイキャスライブではコメントも受け付けております。随時放送の中でゲストの方への応援コメントですとか質問のコメントなどもございましたら、ぜひぜひどんどん書いていただければご紹介していきます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。早速ですね、コメント読みたいと思います。一君パンナちゃんさん、お久しぶりです。ということで、ありがとうございます。聞いてくださって、お久しぶりです。そして、カーブボーイさん、いつもありがとうございます。やすめぐみ、あ、間違った。さやかちゃん、皆さん、こんばんは。火曜日の滑りナイト、お疲れ様でした。面白かったです。ありがとうございます。ちなみに、今の沖縄の湿度は100%、水中状態ってところかなということで、なんか大変そうな、今日も梅雨時の沖縄のようですね。ありがとうございます。昨日じゃない、火曜日、今週の金、火曜日の10時に、旧名古屋さんの、滑りナイトという、特別な番組に30分間ゲスト出演させていただきまして、ありがとうございました。電話ゲストだったんですけども、もう本当に滑り王子マスクマンさんの、なんか怒涛のトークに私はいつも圧倒されつつ、でもすごく楽しく、アフタートークも含めて おしゃべりさせていただきました。本当にありがとうございます。そんな中、名古屋のダンサーズさん、本当にありがとうございました。お疲れ様でございます。先日は長時間出演ありがとうございますということで、30分番組だったんですけどもね、なんと45分か50分ぐらい喋らせてもらったような、そんな気がいたします。旧名古屋火曜日の10時から生放送でお届けをしておりまして、ぜひ皆さん聞いてみてください。最近私のラジオにも、この旧名古屋の常連リスナーさんがこう聞いてくださったりするので、すごく嬉しいなと思いますし、パーソナリティのダンサーズさんと、それから味噌煮込みスキーさん、そして滑り王子のマスクマンさんですね、が、もうたまにこう聞いてくださってるということで、本当にありがとうございます。進撃のめいちゃん、ありがとうございます。今かなりの大雨です。こんばんは。ということで、やっぱり梅雨時、沖縄は相当な雨のようですね。東京なんですけども、私、東京はですね、今日も晴れておりました。梅雨入りしたって聞いてたんですけど、なんだかすごく天気がいい日が続いているような気がいたします。ということで、こんな感じでですね、たくさんコメントをお寄せください。そして今日のゲストの方、岡本文博さんという方をお迎えしてるんですが、岡本さんへの応援コメントなどもよろしくお願いいたします。それではですね、早速ご紹介をしていきましょう。本日のゲストは、コンテンツ起業家育成コーチ、メンタルチャージ ISC 研究所株式会社代表取締役の岡本文博さんです。岡本さん、こんばんは。こんばんは。よ
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さやてささん、て。うまいね。やっぱり本当ね。ですか？もう喋りがなんかもう流暢すぎてすごいわと思っちゃった、なんか。さ恐すれ入がりま3す。年、3年やってらっしゃるだけありますね。すごいですね。いや、もうね、本当に生放送いつも緊張するんですよ。まあね、緊張してるとこ全く見せずに素晴らしかったですね。なんかあね。りがとうございます。はい。大変恐縮でございます。まあ、そんな、私のある意味、コンビニ業界の先輩でもいらっしゃる、岡本文宏さんが今日のゲストです。さてさて、まあ、今日、岡本さんのお話をいろいろとお伺いしていくんですけども、まあ、コンビニの時代の話、まあ、このラジオがコンビニラジオということなので、まあ、きっかけがどういうところから、出会いがあったかっていうことと、あと今のですね、お仕事の話ですとか、取り組まれていることとか、最近出版もされたと、また新しい本ね、出版されたということで、まあ、そのお話もいろいろお聞きしてみたいなと思います。まあ、コンビニ業界に興味のある方、それから人の育成に興味がある方、それから自分が講師としていろんな方に自分のコンテンツを伝えていきたいという方は必聴の1時間になるんじゃないかなと思います。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ、株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。さて、本日のゲスト、改めてご紹介いたしましょう。コンテンツ起業家育成コーチの岡本文宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、岡本さん、改めましてっていうのもなんですが、はい。簡単に自己紹介、お願自己い紹でき介。ますか？わかりました。簡単ですね。これ喋りすぎるとね、セミナーでも30分ぐらい自己紹介してる時がありますのでですね、気をつけなければいけないんですけれども。私ですね、もともと、アパレル専門店チェーンで販売員やっておりましてですね、で、まあ最初のキャリアが販売員からスタートして、で、その後店長。で、バイヤーをやって、商品企画に入って、で、その後はエリアの統括マネージャーをやってました。で、まあ、アパレル業界の、表舞台っていうかね、バックオフィスじゃなくて、表舞台に関してはある程度勉強させていただいたかなということもあって、で、まあ、自分の力を試そうと思って、コンビニエンスストア、まあ、ここでちょっとね、ヤスさんとね、関係がしてくるわけですけど、まあ当時は全然知らなかったんですけども、業界的にね、ちょっと関わる部分があって。で、私はセブンイレブンの、本部ではなくて、お店のオーナーとして1店舗をですね、経営することになります。神戸の六甲という町、今そこに住んでますけども、神戸で、7年間ですね、セブンイレブンのオーナーをしておりました。で、まあこの時にいろいろと本当に人に困った。もうね、まあ、これ、ここから上だからね、あんまり分かんないかもしれないけど、もともと私ね、めちゃくちゃ太っとったんですよ。ああ、そうなんですか。そう、もともとね、私、小柄で身長161なんですね。で、体重がね、その当時70キロ近くあったんですよ。ボディービルダーでない限り結構デブデブですね。そうそう。それが、コンビニを始めて、セブンイレブン始めて、大体、どれぐらいやろうか。半年ぐらいか。半年で20キロ近く痩せましたね。そう、今はまあ大体53、4ぐらいなんですけども、ほぼそれぐらいに、まあ、なったというか、まあ、しぼんだという感じね。全然、そうそう、かっこよく絞ったじゃなくて、しぼんだみたいな感じになってですね。で、それで、まあ、それぐらい激務だったわけです。というのはね、人がほとんど辞めてしまってね。で、24時間365日、まあ180日間ですけども、休みなしで、で、まあ、1日20時間ぐらいずっとお店に、まあ、立ちっぱなしとか居続けるって形で、深夜もうほぼ一人でですね、やっていて、そんなことを繰り返して、で、このままだったらもうえらいこっちゃなと思って、もう痩せたし、あともうその時はコロナのね、新型コロナがなかったわけですけども、風邪ばっかりひいてたんですよね、なんかね。そんなことやってたので、これはまずいなと思って、やり方を変えようと思って、とにかくマネジメントのやり方を変えました。で、変えていって、で、徐々にですけどもお店が良くなっていって、で、人がなかなか続かないお店だったのが人が続くお店になり、で、大体平均のコンビニエンスストアっていうのは7ヶ月ぐらいなんですね、アルバイトさんの平均の、勤められる期間が。それが神戸の平均だったんですけども、それの4倍ぐらい続くようになって。おお、すごい。で、まあいろいろやってて、でも売り上げがね、あんまりうまくいかなくて、で、途中まで良かったんだけど、近所に、同じくセブンができたのと、あとは、競合店、
が出ま、競合他社ですね。はい。ほら、サークル K って昔あったでしょ？ありましたね。あれができたんですよ。で、おお。駐車場がまだでっかいね。うち、駐車場あったけどちっちゃかったんで、はい。で、しかも縦ライン、南北ラインの本当に車で言ったら20秒ぐらいのところにできちゃって。あららら、すぐですね。そう。で、それでもう売り上げが一気に下がってですね、これはまずいぞと、はい。いうことになって、そこからですね、とんでもないことをいろいろやり始めたわけですよ。はい。そう。とんでともんでない。もないことって何かっつったらですね、ヤスさん本部じゃないですか。はい、本部出身です。そう。本部から考えたら、こいつ何考えとんねんみたいなことをやり始めたんですね。なんだろ何かっつったら、う。はい。あれ、ヤスさんってセブンイレブンじゃなかったっけ？私、ファミリーマート、AMPM ファミリーマートなんです。あ、そっかそっかそっか。はい。まあ、ファミリーマートはちょっと僕よくわかんないですけど、独自仕入れってあんまやってはいけないんですよね。セブンイレああ、ブンっそてね。うですね。はい。だけど、なんていうの？契約書見たら、はい。やっていいって書いてるんね。そうなんです そうだよ。そうなんです。セブンイレブンそうなんですよ。書いてるんです。で、ちゃんと然るべき書面で仕入れたものを、なんていうの？報告したら OK って書いてるんですよ。そう。オーナー采配なんですよね。そうやって、あれだけ、契約書見たら。だから、独自で仕入れを始めたわけですよ。商品を。そう。で、独自でどんな仕入れを始めたのかっつったら、はい。一番まあ、トリッキーなものを言った方が面白いと思うので、何かっつったら、九谷焼ってわかりますか？タニ金ヤで沢。すか？そう、金沢の陶器。はい。伝統工芸品ですね、要はね。はい。で、伝統工芸品の九谷焼のマグカップとかね。とっくりとかね。で、ちゃんとした作家の先生が作ってるやつをね、置き出したんですよ。物とかじゃなくて、九谷焼のそういう先生のすごい作った素敵なものをそ仕入れう、置られきた出んしでた。すか？そう。で、まあ、食べ物も最初はやったんですよ。食べ物は何かっつったら、はい。オリジナルで、まあ、ケーキ屋さんにいろいろ神戸だから、ケーキのメッカというかですね、そういうたくさんあるので、で、セブンが作るケーキ、まあ別にまずくはないんだけど、そんなね、ものすごい美味しいわけじゃなかったね、当時は。で、ケーキとか僕好きだから、まあ美味しいケーキ屋さんたくさんあるから、そういうところで仕入れたいなと思って、で、もう同じ仕入れるんだったらオリジナルのケーキを作ったり、お菓子を作ろうと思って、で、オリジナルのものを作ってもらったんですよ。すごい。そう。で、それを自分のブランドを作って、で、自分のところで、そこから下ろしてもらって、作ったのをオリジナルで下ろして、それで並べてたんわです。で、そう。で、それで、紅茶とかコーヒーとかも、まあ、結構高いものを選んで、仕入れてたのね。ティージュさんって言って、今、どうなんだろう、あるのかな、代官山じゃなくて、どこだかな、田園調布にお店があって、それで、お店だけじゃなくって、なんか、全国に、卸してたんですね。全国チェーンでやってるサザビーがやってるお店にも卸してて、そういうふうなお店に直接電話して、セブンイレブンの〇〇店だけど、卸してくんないって言ったら、なんか、卸してくれるんですよ。そうなんですか。はそう、祇園の辻利っていうお茶屋さんあるじゃないですか。ありそますこにもね。電話して連絡して、そはれでおろしてくださいって言って、おろしてもらったんですよ。い。すそう。で、日ごい。本、お茶とに、辻利はお菓子もあったので、はい。美味しいお菓子も入れて、で、オリジナルのスイーツも作って、で、はい。コーヒーと紅茶も全部そうやって仕入れて、独自で。はい。で、それで、それを食べるっていうか、一緒に食べる器も欲しいなと思って、それで、九谷焼の方。やつを、たまたま九谷焼の先生と僕知り合いだったので、はい。それで紹介し、あの、あの入れてくれないって言ったら、あ、いいっすよっつって、世界で初めてコンビニエンスストアで九谷焼を売ることになるねって話をしてですね。聞いたことない、未だかつて。ってことだよね。それをやってたら売れるんよ、結構。あ、そうなんですか。そう。もうお菓子も売れるし、紅茶も売れるし、すで、ご。九谷焼も売れるんよ。へえ。一脚4000円ぐらいする、九谷焼のマグカップが1ヶ月で20個売れるんよ。え、すごい、それはすごい。でしょ？で、おにぎりやったら何千個分よ、利益で考えたら。わ、やばい、すごいな。でしょ？でそれをも、やってて、で、さらに、はい。まあ、売れ出したから、ちょっとコーナー作ろうと思って。はい。で、重機を半、え、3分の1くらい取っ払っちゃって。わあ。元のやつを。それで、素敵な木のね、ウッディな重機を自分のとこで、作って、オリジナルで、それを入れたんです。
それで、まあ、食品だけじゃなくて、今度雑貨入れようと思って、雑貨はそのバス用品というか、そら、なんだ、バスソルトとかさ、あるじゃないですか。あと、お香とか香りのするやつとかね、キャンドルとか、アロマキャンドルとか、そういうのを、そう、どんどん入れて、で、要は、何がやりたかったのかっつったら、例えば遠くに行って、九谷焼なんかね、金沢に行かなきゃないわけですよね。そうですね。うん。で、そのティージュさんの紅茶なんかも、専門店に行かなきゃないっていう。うん。で、雑貨なものも、そこにね、やっぱり、例えば東京、ロフトとか東急ハンズ行かなきゃならない。でも、そういうところに行かなくても、歩いて1分30秒のところで、そういうものが全て揃えば素敵な店じゃないですか。確かに。そう。で、それでやってたの。もう、本部から言ったらとんでもないオーナーだろ？まあ、なかなかちょっと癖がありそう。癖がありすぎなんですけど。で、癖が強すぎるっていうか、そういうなんで、それでまあ、すごい売り上げ上がったんですよ。すごいですね、それうん。は。別にその、なんていうの、勝手に仕入れっていうか、ちゃんとね、伝票も起こして、ちゃんとやって、やったので問題ないというか、契約書上問題ないんだけど、心情的に問題があったみたいでね。なるほど。そう。それで、兵庫県のトップの人がいて、その人がたまたまその、僕の店の前で車を、まあ営業で回ってて車を止めたみたいで、交差点のね、真ん中だったので、で止めてパッと見たらね、その僕のお店の、中に、祇園の辻さんのお茶のその、のれんをもらったんよ。すっごい売るから。それが、使ってくだ祇園さい。辻ってバーっとのれんがかかってるよ、店の中に。気になる。ほんで見たら、なんか重機ちゃうわけよ。それそうで、そう、これはおかしいだろうと思って、それですぐ入ってきて、見たら店がとんでもない状態になってるわけね。写真みたい。写真あるよ。あるよ。放も送後に。う で、もうだから外見はセブンイレブンだけど、中身は違うわけよ。もうなんか雑貨屋ですよね。おしゃれな雑貨屋みたいになってるんですなっね。ちゃってるんですよ。それで、その本部にまたそれを書いてよ、やる人がいるわけよ。お客様の声みたいなので。お店の近所はすごく素敵なコンビニができたみたいな感じで書いてるわけよ。一応お褒めの言葉として書いてあるんですよね。はい。で、それもあって、これはなんかまずいって言ってなってね。それで、クレームというか、逆クレームだよね。本部からクレームだね。僕に対してクレーム、やめろって言って、そういうことはって。まあ当たり前だよね、考えたらね。そんなことやっちゃいけないでしょっていうね。今から考えたらよ。今から考えたらそうなんだけど、でも、まあ、セブンイレブンのオーナーっていうのはサラリーマンではなくて、一個の事業主なので、自分とこの売り上げが、そうやって競合店ができて、しかも一個はセブンイレブンのができたから売り上げが下がって。で、それでも自分とか売り上げ上げなきゃいけないっていう。うん。だから、そういうことをやったんだけど、その時はそう思ってて、やってて、それで兵庫県のそのトップが来てやめてくれって言うけど、じゃあこれ補填してくれるのあんたって形で言ったら、そんなことできますね。当たり前なんだよ、そんなことね。当たり前なんだけども、できない。じゃあ話にならないと、あんたサラリーマンだろって話。僕は事業主だから、あなたこの店が潰れてもお給料下がんないよね。でもこの店が潰れたら僕は人生終わるんだよって言って、でもやめて、もう押し問答だよね。そうなると。なんか平行線。じゃあどうするのか。これはね、もう一回ね、契約書見た。契約書見た。最初のところに書いてたのが、セブンイレブンのお店と本部は対等であるって書いてある。で、対等であるって形で書いたら、対等に話できる人は誰かってなったら、これセブンイレブンの経営者しかいないわけですね。トうん。ップオブトップ。そう、鈴木敏文さんですよね。うん。でも鈴木敏文さんには、さらに上がいるんですよ。なるほど。うん。大株主誰かって言ったら、鈴木さんもあの人サラリーマンだからね。そっか。うん。経営者って言ってもサラリーマンなので、サラリーマンの話は聞きたくないと僕は思ったので、やっぱ経営者、オーナーさんの話、オーナーさんと喋りたいと。と思ったので、僕は伊藤正敏さんってわかりますよね。伊藤洋華堂を作った人で、セブンイレブンの大株主。うん。その人と話がしたいと思ったわけ。すごい。とんでもないやつだよね。
その発想に行くのがまずすごいです。このラジオを聞いてる人は、どんなやつをやすさんは連れてきたんだって、やからじゃねえかって思ってるかもしれないけやいど。や、なかなかちょっとファンキーなオーナーさんだな、みたいな。それで、伊藤正敏さんのパイプをたまたまさっきの金沢の、作家の先生が持ってたんですよ。すごいですね。そう、すっごい仲良かったの。谷焼の。そう、家族ぐるみで仲良かった。たまたまね。それで僕がそれ相談したら、伊藤さんにじゃあ話を持って行ってあげるから、お手紙書きなさいって言われて、で、手紙を書いてある。手紙っつってもね、20ページ。手紙じゃなくて、レポートじゃんって。で、レポート書いて、で、渡して、で、実際にやっぱ鈴木さんじゃなくて、伊藤さんのとこ持って行ってくれて、すごい。で、これをセブンイレブンの会議にかけますっていうふうに言ってくれてね。で、会議の場で僕の20ページのレポートが、どうやら読まれた。おお、すごい。で、それ一番最悪だったのは兵庫県のトップね、知らなかってさ。それはもう多分青天の霹靂というか、何してくれようねんって話ですよね。思いっきり超えてったわけですからね。思いっきり超えすぎやろっていうね。大株主に行くかっていう。まあ、それでまあ、えらい迷惑かかってたと思いました、その時ね。非常にまあね、あれだったんだけどね。結果的にどうなったのかって言ったら、伊藤さんからで帰ってきたお答えは、何かって言ったら、セブンイレブンではやっぱちょっと当たり前なんだけど、セブンイレブンでは岡本さんのやりたいことはできませんと。岡本商店をやられるといいと思いますって、まあ簡単に言ったらそういう答えだった。なので僕辞めたんですよ。そうだったんですね。そう。それで辞めて、やっとここで今の仕事の話するんだけど、20分ぐらい今、経ってます。やっぱ30分ぐらい喋っちゃう。それで めちゃめちゃ聞きたい気はすごいあるんですけどね。あと3分で終わるから。それで、辞めて、今のビジネスですね。最初は商店専門ビジネスコーチっていう方が来て始めて、で、今はというか、今もその肩書きは使ってます。本とか、セミナーとか、雑誌とかで、いろいろとその、自分の肩書きを変えてて、やすさんとね、一緒に連載持たせていただいてるね、月刊コンビニさんの中では、ここでは、商店専門ビジネスコーチっていうふうに出てます。皆さんはその次のページ、大体いつも前か後ろでね、一緒に掲載させていただいておりますが、ね、一緒にやっておりますけれども、そこでは、商店専門ビジネスコーチ。で、今は、その前は繁盛企業育成コーチっていう肩書きで、まあ、違う本が出たんであるので、で、今回9冊目の本が出た肩書きは何かというと、コンテンツ企業育成コーチって今日ね、ご紹介していただいた。名前とか肩書きになっております。で、本とかによって変えております。で、普段何やってるのかっつったら、本書いてたりとか、雑誌に連載を今7誌に持ってて、トータルで今7誌ですね。で、トータルで今350冊ぐらいに書いてます。で、あとセミナーをやったりとかっていうのが現在の私です。すいません。22分ぐらい使いましたね。いやー、ありがとうございます。とっても濃ゆい自己紹介でした。最長かもしれないです、この番組。どうしようかなって迷ったんですけどね。普通にさらっと言ってもいいから。さらっと言ったら3分なんで。まあ、私は結構聞けて嬉しかったんですよ。いや、今日は、どうぞどうさぞ。っき、コンビ、月刊コンビニっていう雑誌で、私、岡本さんのお名前を知ったっていうのを、まあ、以降話すんですけど、で、もともとオーナーやってらっしゃったっていうのがあって、どうして、なんか辞められたのかな、みたいなのやっぱちょっと気になってはいたんですけど、そうだよね。オーナー時代の取り組みとか、辞める理由、きっかけになった言葉とか、そういうのが今日初めて聞けたので、めちゃめちゃ面白かった。面白かったとか言っちゃいけないですよね。真剣に話しちゃったと思うんですけど、いや、なんか、面白いと思いますよ、こんな。こんなトリッキーな人いないですからね、なかなかね。かなりトリッキーだなと思いながら聞いてたんですが、結構コメントが来てまして、そうなんですね、そうなんですよ。味噌煮込みスキーさん、旧名古屋のパーソナリティの一人で、こんばん味噌、先日もありがとうございました。紅茶やお菓子、他では手に入らない商品があるコンビニ行きたいかも、とか、中の品揃えがおしゃれなセブンイレブン行ってみたかった。店舗のオーナーは生きるために必死なのよっていうそうですよ。もう コメン本当トを必い死たでだいすてからます。ね。
で、さっきのお手紙の20ページも、手紙じうんうん。ゃなくて論文みたい論文だね。な。もう本当に、写真とかも全部入れて、はい、すごこんい、なんそやっれてもまやすってんだ。って言って、もうすご。兵庫県のトップは本当にね、もう、なんていうか、穴があったら入りたいと思っただろうなと思うね。なんか私の監督不行き届きで申し訳そうございませんでしたみたいなそう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 、感完じ全にそうだったと思うよ、多分。申し訳ないことを今から考えたらやったなと思いますね。いやでもお客様からしたらやっぱりそれだけその九谷焼の4000円の漆器も売れるわけだし、もうなんか全然受け入れられてたってことじゃないうん、もうです完か。全に受け入れられてましたね、なんですか。よね。なんそう、か、なんかね、ホームページじゃなくて、その当時なんだろうね、はい。神戸の六甲のその街のなんか、あれあるじゃんね、紹介みたいな、ああ、ホームはページだよい。ね。あそこに、ね、幻のコンビニが登場みたいな感じで書かれたことがあった、一回。嘘、それすごくないですか？ しばらくあった、それ。ええー、幻のコンビ幻の、終わってからね、だから、ニ。はい。前こんなんがあったっていうのを書いてて、閉なんか、店後にその話そうが。そうそう、九谷焼が売ってたみたいな。九谷焼とか、なんか高い器が売ってたみたいな書いてたね、なんかね。おお、そういうこといや、書か本れ当てに。て。いいキャッチーな、なんか、マグネット商品っていうと、ちょっと専門的ですけど、だからそこに行くと、一番目に入る気になるアイテムになってたってことですよね。まあ、そういうことだね。そうそ初う。それは普通めにて。ね、普通。まあ、初めてというか当たり前だけど誰もやってないし、これからも誰もやらないと思うからね。まあよくなんかその地元の商品を仕入れて、食べ物とかはあったりするんですけどね。りますよね。はい。でも、そんなに単価の高いもの売れないだろうって思って、みんなそんなに高くないものばっかり置いてるような印象があって、まさかそれが4桁のものがゴロゴロ置いてあって、しかもそれがめちゃくちゃ売れるっていうのを聞いて、なんかかなり衝撃を受けているのと、あと岡本さんのその一番のなんか根底にある部分が商売人なんだなっていうのが改めて思って、そうめでちゃすめちゃね。楽しく聞けましたよ。はい。今日は喋ろうと思ったんだから、やすさん。ああ。この間喋れなかったからね、そあ、れそうね。そう。この間実は岡本さんの、あれはオンラインサロンですかそね。うですね、オンラインサロンのメンバー用の動画をまずはアップして、はで、い。もうちょっとしたら、来月になったら、YouTube もアップ、やすさんのいけるはずですので、はい。これはそこ公開もさまれず、る動公開画。されます。そうです、そうです。ということで、そう出させていただいたんですよ。で、なんか結構、労務系の話とか、まあ、岡本さんも専門で、その育成っていうところにかなり特化されてるんですけど、その育成の部分も多少私喋らせてもらったんですけど、最初ね、どうやって喋ったらいいかよくわかんなくて、どうしたらいいですかみたいな、なんか。こんな感じだったね。はい。でも、やっぱりなんか、さすがに、それを本番で出すわけにはいかないので、とにかくちょっと喋ろうと思って、一生懸命喋ったんですけど、いい感そうじそに仕上げていただいてて、本当あう。りが素晴とらしい。いや、ベースが素晴らしかったからですね。いい感じの動画になりました。ありがとうございました。うございます。こちらこそありがとうございます。まあ、一応私もコンビニ本部とディズニーで、ずっと育成研修を長くやってきたのもあって、話すこと自体にはそんなに抵抗がないんですけど、やっぱりなんか人様のなんかフィールドにお邪魔するときって失敗しちゃいけないみたいなのがどうしてもこうあって、本当？そうなんだ。ごめんね、今日何も考えてない、それ。あ、俺。全然いいです、全然いいです。ラジオってね、やっぱりなんていうかこういうクロストークというか、フリートーク、フリーセッションの方が結構皆さん聞いていただけたりもするので、あんまりカチカチってやっちゃうと、この番組がなんかすごくカッチリしすぎてるって、一部旧名古屋のファン層から言われてたりするんで、そう。あ、本当ですか。じゃあ今日すいまはせん。何の打ち合わせもしてませんので大丈夫ですよ。グダグダ。そうですね。まさかこんな素敵な話が聞けると私も思ってなくて、予想以上に楽しんでいるのが今の状況でございます。ありがとうございます。名古屋のダンサーズさんからコメントいただいてます。ローソン100のウィンナー弁当は衝撃でした。ウィンローナーソン弁当ご存知ですか？わかんない、何それ、全なんか関東、違う、どこだろう。なんかいくつかの地域限定で最初先行発売されて、で、その後、出て、また多分広がったと思うんですけど、ローソンストア100っていう100均コンビニあるじゃありましないたですか。ね。あそこで、ウィンナー弁当っていうのが発売されたんですよ。なんかって言ったら、もうご飯が乗ってて、その上にウィンナーが4本乗ってて、終了みたいな。なんじゃそれ。で、なんかケチャップが上にかかってる、
弁当が200円ぐらいで売ってたのかな、確か。安すぎやな それがヤフーニュースとかで、ね、すごい取り上げられて、一時 期。あ、本当、そんなんがあったんですね。そうなんですよ。で、みんななんかそのお財布に優しいっていうことで、サラリーマンの方とか、なんかサイドメニューいっぱいつけて食べたいっていう人がウインナー弁当ああ、そうで、か、そうか、そうか。そうなんですよ。あっという間なくなっちゃいますけどね、ちっちゃいお弁当だったんで。なるほどね。あ、昔セブンもありましたよ。なんかミニ弁当がちょっと流行った時期があってね。はい。うん、それでちっちゃいこの半分ぐらいの弁当が、値段も半分ぐらいなんですけども、もうそれはもうこのどこで仕入れてきたみたいなこのサバのね、切り身が入ってるんですか、ものすごいちっちゃいね。こんなどこやこれみたいな感じの、こんなんが入ってた記憶ありますけどね。お弁当もちっちゃいから中身もちっちゃいんですね。中身ちっちゃい、ものすごいちっちゃいの。こんなどこであんやろうなって、どうですか、しかもどこの部位やねんこれみたいな感じの、それぐらいのちっちゃいやつがありましたけどね。すごい。それクレームになりそうな、それこそ。そうそう、すぐなくなりましたそれ。やっぱ人気は人気なんですね、そういうのって。値そうです段がね。安いっていうのも確かに印象としては強いのかなと思うんですけどまあね。そうですね、確はい、ウィンナー弁当、今もあるのかな？よかったらぜひ見てみてください。かに。味噌煮込みスキーさんから、高級陶器の品揃えが素晴らしいコンビニがあった伝説として語り継がれるでしょう。そう、伝説になりました、また。そうですね。ちゃんはとい、書いコてンおビニきラます。ジオで、これアーカイブ残りますので、ぜひあ、皆そうさか、そうん、やめていか。ただいて、こんはい。なことやってたんやでと、声 を大にして言っていただけたらと思います。セブン今イのレブブランンデのィングやとまつた変わっちゃいますけど、はい。何、何、何？なんか今のブランディングとちょっと変わっちゃうかもしれないですそりけゃそうど。はだよね。い。ああ、面白い。ありがとうございます。あとちょっと旧名古屋の私がゲスト会に出た時のコメントだけ、やすさんの話すことに抵抗がないおかげで、うちの旧名古屋の滑り王子がトークに喜んでおりました。ありがとうございます。本当ですか？嬉しい。ありがとうございます。またぜひ出させてください。ということでですね、今日は、コンテンツ企業家育成コーチ、忘れそうになりました。セブンイレブンでオーナーもやってらっしゃった岡本文宏さんにゲストとして出ていただいております。ではですね、ここから、まあ、ちょうど後半戦なので、今のお仕事の話ちょっと聞いていきたいなと思いはます。い、ははい。い、ありまがずでとすね、ツイキャス、そして YouTube ライブご覧の皆様は、動画でお楽しみいただけてると思うんですけど、岡本さんのバーチャル背景に本が、なんか金色系の本が載ってると思うんです。この独立して、コンサルタント、専門家で活活躍す躍るたするめために絶対にやるべきことという本。これ最近出版された。そうですね、先週ですね。おお、おめはい。でとうございます。ありがとうございます。6月8日でございます。6月8日に発売されたばかりのですね、こちらの本というか、まあ動画見てる方はぜひ見ていただきたいんですけど、私も読ませていただきました。ありがとうござい9ます。冊目の著書ということはい。で。すごいですね。9冊目。9冊目。そうですね。まあ、ゆっくり、ゆっくりゆっくり9冊ですね。1年だいたい1冊ぐらいで、最初の年、1冊目から2冊目までは4年間空いてるんですよ。ああ、そうなんですか。そう、この、何、ラジオを聞いてらっしゃる方で、本を出したい方がいらっしゃったとしたならば、1冊目はもうある意味、死ぬ気で売る、もう自分で全冊買うぞみたいな、そんな勢いで 全然意味ないからね、それだったらね。何の意味もないんですけど、それぐらいの勢いで占いとかやらないと、2冊目が実は出ないっていうね。ああ、そういうことですか。まあまあ、そうですよね。なそう。んか、はい。赤字著者ってなっちゃったらもうアウトなんですよ。確かに。そう。出版社って、まあ出版社によったりとか、あと本によるんですけど、まあ大体ね、最初に刷った冊数の半分弱ぐらいが売れないと赤字なんですよ。おお、今って大体初版で言うと、まあ、ビジネス書もいろいろあると思うんですけど、どれぐらいが平均的な冊数になるんですか？一般的なそのさ、なんていうかな、超ビッグネームの人じゃなければ、3000から5000の間ぐらいですね。あ、3000から5000。なるほど。それでも結構多いなという印象もあるんですけど、その半分売れなかったら赤字になっちゃう赤と。字です。赤字著者になっちゃう。そう、赤字著者になったらどうなるのかっつったら、オリンピック著者になっちゃうね。ちょっと待って、どういうことですか？ 4年に1回しか日の目を見ないっていうね。そういうことか。私は1冊目から2冊目までが4年間あったから、もうはい。次ダメだったらまた4年かってなるじゃないですか。
確かに、そう思っちゃいまね、すじゃあね。次パリじゃねえかって話でしょ。もうそこまで待てねえって話になるので、もう絶対打ってやるって思って、2冊目は頑張って打った。ということは、岡野さんの一冊目は、あまり、なんかこもうう、全然売れなかった。売れなかったんですか？多分何百冊しか売れなかったんじゃない？わそう、全然売れない。あ。何の本出されたんですか？最初の書えっと状。ね、店長の取る育てる技術って言って、採用と育成と両方ともやるやつね。そなんかめちゃめちゃ興味深いテーマなのに、意外とそういうのって跳ねない印象があるんですけど。まあ、跳ねなくてもいいんだけど、とりあえず、なんていうの？赤字じゃなくて黒字にはなりたいよねっていうね。まあまあそうですよね。そう。でも、要は、なんていうかな、ファンもいないし、準備が、売るための準備が全くできてないんですよ。ああ、そっか。そう、売るための準備ってどういうふうにして作っていくのかって言ったら、まあ、簡単に言ったら自分の認知を広めるってことをやらなきゃいけないんですよね。岡本文宏っていうのは、まあ、例えばですけど、店長のお話だったら、店長の専門のビジネスコーチだよっていう、イコールが、少なくとも業界の中でならないといけないっていう。そういう状態がないまま、出しちゃうと売れないんですよ。で、そうそう、まずそれ。で、そのためにどうするのかって言ったら、まず最初に、呼ばれる講師になる必要がある。まずそこからなんですね。そう。どこから呼ばれるのかっていうと、一番いいのは商工会議所、もしくは商工会。商工会議所か商工会。まあ、違う団体なんですけども、やってることはかなり近いことをやってるので、で、そこがセミナーを主催してるのでね、そういうところにお招き、ね、オファーをいただいて登壇しに行くっていう、そういう講師になるのが一番いい。本を出した後とか出す前出出すす前にま前。ず納得の、そういう講師に。で、なんでかって言ったら、商工会議所の、もしくは商工会のセミナーに来る方々、聞きに来る方々っていうのは、経営者なんですよ、ほとんどが。なるほど。まあ、確かに、商工会議所とか商工会に登録をしている人たちも、その地元の企業の経営者の方がほとんどそう。ですほとんどね。です。そういう人たちが聞きに来るので、しかも、その聞きに来る方々は、まあ、例えば私が言ったらば、私が話す人材育成のネタというか、その問題を抱えてるわけですよね。その問題解決策を聞きに来てるわけですよ。確かに。で、そういう方々どういう人なのかというと、私にとっては、講師にとっては、見込み客。おお、見込み客、来で、しかた。も経営者だから、決定権者なんですよ。確かに。自分が聞いて、例えば岡本の講師、ね、岡本の話を聞いて、あ、この人の話面白いわと思ったら、うちの会社で役立つわと思ったら、じゃあうちのコンサルティングお願いしようとか、うちの会社の研修をお願いしようとかっていう話になりやすいわけですよ。そうですよね。もっと聞きたいみたいな、よく立てられてる状況だから、ぜひとも。で、その人が、社長だから、もうその人がいいと思ったらそれで行くわけ。中小企業だから。そうですね。早い。で、見込み客がそれでちょっとずつ増えるじゃないですか。で、次に何をすればいいのかって、次雑誌に書くんですよ。もう、ここでまず雑誌が。そう。雑誌に執筆したり連載持ったりするの。ほう。で、雑誌って言ってもね、ビジネス誌で、まあ、有名なとこって言ったら、例えば、ダイヤモンドとか、週刊ダイヤモンドとか、あと東洋経済とか、あとプレジデントとかってあるでしょ？ありますね。ああいうところに書くのではなく、書くのではなく。あそこに書けたら嬉しいんですよ。まあ、確かに。そう。で、ここ僕で。も、ダイヤモンド、週刊ダイヤモンドの、オンライン版があるんだけど、そこで、前、6回連載やらせていただいたんですよ。おお、すごいです。めっちゃ嬉しかった。ダイでヤすモンね。ド、うわ、ダイヤモンドじゃん、嬉しい、あ、うわ、来た、あ、これはもう全力で書こうと思ったけれどもね。けれども。書いて連載できました。ものすごい嬉しかったんですが、ですが。実利的には、仕事がそこからオファーっていうのはないんですよ、残念ながら。なるほど。ブランディングにはなりますよ。
で、あと、そこで、何やったのかって言ったら、本の紹介をね、最終的にはさせていただくって形になったので、本は売れたので、そういう意味では仕事はね、そこの仕事は、役立ったんだけど、ものすごくありがたかったんだけど、でも、例えば、研修のオファーが来るとか、コンサルティングのオファーが来るとかってことはなかった。なかなか次につながりにくい状況だったということですで、なぜかって言ったら、その読者の方々っていうのはほとんどがサラリーマンなんですよ。ああ、そっかそっかそっか、確一か般社員の方に。が多いんですね。もしくは、課長とかね、そういう方もよ、もちろん読んでる、管理職の方も読んでるけども、決定権者じゃないよね。そうですね。そう。で、私はどこで書いてるのかって言ったら、もうこれですよ。こういう月刊コンビニですよ。月間コンビニ。そう。それ以外にも、ファッション販売とか、あと飲食店経営とか、あと美容の経営プランさんとか、あとは、月刊バンブーとかね。聞いたことない。で、もうほとんどこれラジオ聞いてる方、聞いたことないでしょ？多分。月まあ、間やすコさんンがビニがね、危ういですもんね。何何？もう一度言っ月て。間コンビニでも危ういじゃないですか。そう。月刊コンビニは、このやすさんの番組を聞いてる人はみんな知ってるけど、これ、もう皆さんの、リスナーの方々の周りの人に月刊コンビニ知ってるって言ったら、なんじゃそれ？言うて言われますよ。まあ確かに。そう、普通の方がね、普通の企業に勤めてらっしゃる方がね、コンビニに雑誌あんのっていう話でしょ？もう月刊コンビニって言っでても、も知らない。で、月刊コンビニは私がオーナーやってた時のバイブルですからね。おお、じゃあ読んでらっしそう。ゃったんですね、実読ん際でに。ます。もう毎月読んでますよ。くまなく、もう全部見てましたよ。おい、定期購読ができますからね、これね。それで全部読んでて、だからコンビニ業界の人にとってはこれはバイブルなんですよ。バイブルですもう欠ね。かせない雑誌なんですが、一般の商社とかにね、勤めてらっしゃるとか、メーカーに勤めてらっしゃる方には知らないっていうのが、それが業界専門誌。なるほど。業界専門誌に連載あるいは寄稿するっていう。それが私がやってることなんですよ。なるほど。それはなん7、です。7それ今、そう、7冊、7冊。紙。すごそう。いですで、ね。なんでそういうことをやってるのかって言ったら、読者の方が全員、経営者だから。そういうことか。そう。なるほど。しかもその業界に特化してる人たちが読んでるんですね。意ファッ識ション販高い。売って言ったら、ファッション系のオーナーさん。お店のね、オーナーさん。飲食店販売って言ったら、飲食店のオーナーさん。レストランのオーナーさんが読んでる。確かに。そう。で、そうなると、仕事がそこから入るんですよ。おお、すごい。そうなんです。で、読んでる方はみんな、ちょっとずつですけども、私のファンっていうか、私の認知が広がっていくって形になるので、商工会議所などでセミナーを呼ばれる講師になって、次に雑誌で書けば、これブランディングアップになるわけですよね。そうですね。で、しかもずっとそれをやり続けてたら、ファンが徐々に増えてくると。それで次何やるのかって言ったら、次、個別コンサルティングなんですよ。おお、個別コンサルティング。私の場合、コーチングっていうふうに始めたので、コーチングのクライアントさんって形になるんですよね。で、その順番でやっていくと、個別コンサルティングっていうのは、すごくね、仕事になりやすいんですよ。なぜかって言ったら、セミナーで、見込み客が増えてるでしょ？で、雑誌の連載をやってるから、そこでも見込み客増えてるでしょ？ダブルで見込み客が増えてる状態の中で、個別コンサルティングをやりますって言ったら、何人かは来てくれるわけですよ。そういう流れを作って、で、個別コンサルティングをやってると、もう非常に濃いファンができてくるわけですよね。確かに。で、そうした上で、要は土壌を耕した上で本出すんです。そうすなるるほど。と、バクヒットはね、なかなか私もやったことはないんですけれども、1万冊ぐらいは売れるわけですよ。お、すごいです。それ1万も。冊ぐらい売れたら、ひとまずは黒字なので、全然問題なく黒字なので、次も出せるっていうふうにやっていって、1冊目から2冊目のオリンピックの期間出せなかったということを踏まえて、その土壌を耕してから出すと売れるし、うまくいくってことが分かったんですね。その流れがここに書いてるっていう。なるほど、この本に書いていると。どういうふうにやって耕していけばいいのかっていうのが全部書いてます。すごいですね。まあ、これ、
今日知ったっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとだけ聞いてみたいんですけど、まずその商工会議所とか商工会へのセミナーのきっかけと作るのって、この本にも実はちょっと書いてあるのは私は読んではいるんですけど、あえてちょっとリスナーさんのために聞いてみたいのが、どうやって作られたのかなっていう。なるほど。もう、あと、10分ちょっとしかないですけど、ないですね。結構時間かかるやつですね、これ。これもまたね、時間かかるんだけど、これまた、かいつまんでって言って20分かかったからね、さっきね。あ、そっか。じゃあ、読んでくださいっていうふうにしときます。いや、言うとね、何かって言うと、長くなるのは私の失敗談を言おうとしたんだけど、何かって言ったら、失敗、ちょっとだけ喋るとね、直球でやったらダメですよって話です。直球でやっちゃダメ。そう、商工会議所に直球、もしくは商工会さんに直球で、私こんな企画、できました。私、コンサルタント、もしくは事業、ね、税理士です。このいうセミナーをやらせてくださいっていうふうに行くとね、ものすごい丁寧にね、対応してくれるんですよ。で、私なんてもう、いくつか近所のね、商工会議所行ったわけですよ。喋りに行ったのね。で、向こうはもうしっかりと聞いてくれる。お茶まで出して、お茶菓子まで出してね。でもお茶が終わったら、次コーヒーいかがですかって形でコーヒー出してくれるんです。そんな至れり尽くせりなんですか？それで企画書を読んで、プレゼンも聞いてくれて1時間ぐらい。すごいでそすれで、ね。いろいろ話を聞いて、それでもう玄関口まで送ってくれて、見送りしてくれるんですよ。最高の待遇じゃないですか。それでもうね、最後に、企画書ね、すごい興味を惹かれましたので、検討させていただきますって言うんですよ。そう。でもね、1時間も話を聞いてくれて、すっごいいい表情で最後、ね、興味があるから、検討させてもらいます、言うたら、本気で検討してくれる思いますやん。思いますね。ね。で、1週間待ち、2週間待ち、1ヶ月待ち。で、全然連絡ないわけですよ。なるほど。それで、まだ検討してんのかなと思って、電話しようかなと思うけど、まあね、とりあえずその、せかすのも悪いなと思って、それでずっと置いといたわけですよ。そしたらね、あれ僕、起業してから2年目ぐらいにあったから、まだね、15年ぐらいずっとそこの商工会議所さん検討してありますね。今もそう、今2つぐらいですけど、2つぐらいの商工会議所さんで、ね、ずっと検討されてるんですよ。まだ返事来へん。っていうふうになるので、ドストライクは飽きませんでって話。なるほど。直で、でじ言っゃ、てやったそう、ら来そないよみたいう、そう。で、どうすればいいのかって言ったら、これ一番簡単なのは、つてをたどるってことね。紹介してもらうのが一番早い。なるほど。紹介ですか。そう。紹介して出してもらうか。あともう一つ早いのはオーディションだね。講師オーディションみたいなやつですか？ああいうところに出て、で、ただね、講師オーディションもいろいろあって、自己啓発というか、自分のスキルアップのための講師オーディションがあるんですよ。で、それは出ても商工会議所などでは、要は仕事のオファーっていうのはなかなか来にくいかもしれないね。審査員の方、よう見てほしいんですよ。審査員の方が、そういうところは往々にして去年の優勝者。で、そこの主催者。で、あとは、ビジネス書の著者とか、ちょっと著名なコンサルタントとか、カウンセラーとか、そういう人が大体並んでますわ。それで優勝とか決めるんですけど、その人から、おめでとうございますってやられるんですけど、ビジネス書の著者は皆さんの出た人のね、仕事を斡旋しませんからね。そうですよね。去年の優勝者も違うじゃないですか。だからそこは仕事にはつながりにくいので、そういうところじゃなくて、審査員に、商工会議所の、なんていうの、長の人、ね、会議所の長の所長さんとか、そういう人がいるとか、どっかのその企業の、ね、研修担当者がいるとか、そういうところに出ると、めっちゃ仕事につながりますね。やっぱそういう人たちは、そういうなんかコンテンツを探してる方が多いんですよね。探してます。めちゃくちゃ探してます。で、誰か喋れる人いないかなってことで、で、すごいいい人いた。じゃあお願いしますっていうふうに。そういうなを、もしね、コンテストに出られるんやったら、そういうなところに出ると、すごく、ショートカットできるので、早いですね。
確かにそうですよね。もう、ニーズがすぐマッチしますもんね。ニーズさえ合えば、もう、じゃあ、お願いしますって。というふうわにやっていくといいと思います。あ。ありがとうございます。なるほど。やっぱりじゃあ、そうやってマーケティングというか、どこに行ったら、自分が例えば、講演をやりたいなと、商工会議所でやりたいな、まあ、企業研修とかもそうかもしれないんですけど、やりたいなって思ったら、その人がどこにいるかっていうのを、まずちゃんと探して、その上で、例えばオーディションを受ける、紹介してもらうという取り組みをしていけば、そこにまず引っかかるよと。そうですね。そういうことですね。そうですね。簡単に言うとそういうことですね。まあ、実際にはもっと様々な苦労というか、苦心されている部分があるのかなと思うんですけど、まあ、それはまた、ぜひ岡本さんの本をね、読んでいただけたらなと思います。で、その後が、雑誌。雑誌の連載。まあ、これもなかなかやっぱりこうきっかけがいろいろあるのかなとは思うんですけど、私もたまたまコンビニ業界の先輩が、まあ、その方もセブンイレブンの本部の方だったんですけど、紹介してくださって、まあ、当時商業界という出版社がありましたからね。ね、私も書いてましたね。本3冊書きましたね。ああ、なるほど。なんで全部だ。消えましたけどね。倒産したからね。そうですね。悲しい出来事ではあったんですけど、まあ、そこからつながってずっと連載をさせてもらってるっていうのがあるんですけど、そうだね。やっぱ80りそ何のきっ回かかけが紹介だったんで、まあ、それでなんかそこから、まあ、例えば信頼してもらえたら、なんか岡本さんのようにたくさんいろんな雑誌で書けるようになったりとか。そうですね。諸岡さんは私がね、ほぼ同時に2誌で執筆したんですよ。そのうちの1つが商業会さんでしたね。で、2冊目の、まあ、なんとか1万冊近く売れた本も商業会さんから出させていただきました。おお、すごい。雑誌の連載を持つと、そこの出版社さんが単行本出してたら、そこから連載をまとめて出せるので、私、それで、4冊出してます。すごい。すごく楽ですね。そうすると。企画書書かなくていいので。確かに。もう、書いてる原稿があるから、ベースがちゃんとある状態で出版までこぎつけられるってことですよね。だから向こうも企画書いらないのにね。それが、もう連載、もともと企画があるからね。それをまとめるだけだから。なるほど。そうやって雑誌の幅も広げていかれて、で、そこから今度は個別コンサル。これ結構でもなんか本の読者さんって一見ちょっとわかりにくいというか、どこで誰が読んでるかってパッと見わかんないと思うんですけど、そういう方が見込み客になるっていうのは、また何かその個別コンサルまでつながるルートがあるっていうことですよね。ルート作ってらっしゃるっていうことですよね。それはメルマガですね。あ、メルマガなんですか。私の、だから、名前を検索したりとか、メルマガここですよとかっていうふうにやって、で、書いてますので、そこに問い合わせをして、問い合わせというか、登録してくれますよね。ああ、それで定期的に岡本さんの内容を読んでいって、で、そこに、じゃあ、コーチングのお話が出てくると。で、まあ、雑誌をまとめて本になるから、その本を読んだ人から来るっていうケースも結構多いですよ。確かに本だったら連絡先がちゃんと書いてある。そこから問い合わせしやすいですもんね。あ岡と本さん、ね、もう一個僕がやってるのは、雑誌でやってるのは、雑誌にも QR コードつけちゃってます。それ今ね、私も、あっと思って気づいたんですけど、結構たくさん QR コードを随所に散りばめられてて、そうだね、本もやってるし、雑誌でもやってますよ。あ、そっか、雑誌でも。雑誌ファッション販売と飲食店経営さんは、私の、YouTube につながるんで。ああ、なるほど。それでもっと知りたいな、なんだこれってスマホを掲げると YouTube につながると。わお、すごい。で、そこから、メルマガ登録してくれるフォームもついてるから、そこから登録してくれます。すごいルートがちゃんとしっかり作られてるんだなっていうのがよくイメージできました。そうですで、か。なんか、やってみたいっていう人がいるんじゃないかなと思うんですけど、そういうやってみたいな、自分もそれもしかしたらできるかもっていう方を岡本さんは育成されているっていうことまあですそうね。それね。を、2020年からそちらの事業も立ち上げてやっております。まあそれの、要はやり方とかを書いてるのがこの本って。
じゃあ、まずは、内容を今日聞いてみて、ちょっと興味を持ってみたから、一回やってみようと。自分でもちょっと見てみようっていう方は、ぜひこの独立してコンサルタント専門家で活躍するために絶対にやるべきことの本を買っていただくと。そうですね。全部載せてますので、基本。私は出し惜しみするの嫌なので。結構なボリュームがね、ありますので、ぜひこれ読むだけでもかなり勉強になると思うんですけど、とはいえ、自分じゃやっぱりちょっとできないかもなっていう方が、もしいたら、この人さんにどんなふうに連絡をすればいいそでれもすか？こっちですね。あれ違う。こっち。あれ？どっち？QR コこうやったード。らいいんだ。あ、そうそう、これこれこれ。はい。動画でご覧いただいている方は、ぜひ、8つの特典が受け取れるキャンペーン実施中ということで。これは本の感想を、まずできれば本を読んでいただいて、で、感想を、投稿、SNS とか Amazon レビューとかに投稿していただいたら、本の中にも5つ特典があるので、すごい。そう。で、プラス、3つ特典をキャンペーンで今、七夕までやってますので、じゃあ、あとそう。もうちょっとだ。で、キャンペーンやってくれ、登録していただいた方は、8月の14日に、なんていうの？フォローアップセミナーってやります。読者のための。すごい。無料でやるので、それにご招待します。わあ、はい。めちゃめちゃ至れり尽くせりですね。そう、本のフォローアップ、読者用のフォローアップセミナーをやる人多分あんまりないと思うんですけど。そうですね、あんまりいらっしゃらないかも。私はもい、あんまり聞かないので。それをやるので、そこに来ていただけると、私に直接いろいろ質問していただければなと思います。そこでね。ありがとうございます。ぜひね、まずは本を見ていただいて、そこから QR コードにアクセスしていただき、そして岡本さんに会いに行っていただくと、もしかしたら皆さんも岡本さんになれるかもしれないということで、今日ね、あっという間にお時間が来てしまいました。岡本さん、本当にありがとうございます。こちらこそ喋りすぎ。すいいません。えいえいえ、またこれ次やりましょう。や第り2ま弾、したね。第3弾でゲぜスひトよろしくお願いします。ご出演いただきたいと思います。ということで本日のゲストはコンテンツ企業家育成コーチの岡本文弘さんでした。ありがとうございました。はい、さんありがとうございました。皆様もありがとうございます。ありがとうございます。そしてコンビニ社労士安江がパーソナリティでお届けいたしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございましはい、た。もういいですか。はい、ありがとうございました。もう喋りすぎた。ごめんね。いえいえ、全然楽しかったです。ちょっとあ、そう最なんだ。後ですね、コメントご紹介できなかったんですけど、まだツイキャスは多少動いてるんですが、ああ、そうですか。まずいさちゃっみたさよ。んとダンサーズさん、大丈夫です、全然。お疲れ様でした。楽しかったです。カープボーイさん、政治家と一緒だ。検討する、無視すると言っても過言ではない役人とかと、さっきの商工会議所のああ。お話ですね。悪い人たちじゃないんですよ、すごい。一生懸命な人。本当に。そうなんですよ。やっぱとてりもね。前向きにね、対応してくださいますもんそうね。そう、すごいいい人たちばっかりですよ。そうですよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。